今回はブルーロックで勘違いしていたことを語るスレに対する読者の反応集を紹介します。アニメ勢も増えてきたので、アニメならではの勘違いとかも、自分は全巻読む前からここの考察読んでたので、キャラと名前が一致してなかった。カイザー、雪村、最後の方で出てくる強い外国人選手、村瀬だと勘違いしてた。村瀬どこから来たんだよ、わらわら。カイザー、村瀬、ユッキー、二人いて草。名前を取り違えるってレベルじゃなくて草。雪宮のこと雪村って誤字？勘違いしてる人は結構見かけるけど、村瀬は増えた。勘違いしてたことを挙げてくすれかと思いきや、村瀬のインパクトがでかすぎて村瀬すれになってんの草。村瀬は最初から村瀬だと思ってた。雪宮だと分かってからはどこかの人と勘違いしたのだろうと思ってた。最新刊になっても村瀬は出てこなかった。村瀬の登場でセッソンだけじゃなくすれ見た全員へってなってる。日本人キャラをあだ名でカイザーとか呼ぶのはまあありえる。実際雪宮派エンペラースタイルだから、まあカイザー感強いよ。スポーツグラスかけるとカイザーモードになる村瀬。メガネなし雪宮がもう村瀬にしか見えない。変な呪いかけられた。村瀬の登場で雪村だけじゃなくすれ見た全員へってなってる。でも日和の雪村派何かわかるわ。溶接系っぽい見た目だしわかる。ヒヨリン雪村って間違えるのはわかるわ。なんか雪んこみたいだし。正直、カイザーのことは敵チームのライバルキャラだと思ってた。味方チームだったね。味方？一瞬敵チームでしょ？と思ってしまった。ドイツチームのコーチやってるから勘違いしてたけど、ノアハフランス人。なぎって小柄な子だと思ってた。めちゃくちゃ身長高くて草。さらに高いおしゃでビビるし小さく見える主人公でも日本人の平均身長超えてるっていうね。バローと残鉄を同一人物だと思ってた。多分髪型のせい？サッカー漫画と勘違いしてました。むしろ思ってた以上にサッカーの理論とかちゃんと書かれてるんだなってなった。デスゲーム風だとか稲妻イレブン的な頂上スポーツみたいな評判聞いて見てみたからってのもあるけど、サッカーデスゲームの情報が先行しすぎて負けたら本当に死ぬんだと思ってた。友達に、ブルーロックの女顔派全員男だ、気をつけろ、お前は踏み間違えるな、と言われたので、アンリちゃんまで男だと思ってた。胸あるじゃん、よく見ろよ。リンちゃん派勉強できるキャラだと思ってた。実際派英語以外ゴミという。勘違いというか、それは小説来るまでみんなが思ってたことだししょうがない。先日の自分と妹の会話、妹、兄ちゃん、漫画化してや、自分、何の、妹、あれ、最近買ってたやつ、自分、ブルーロックか、妹、あれよ、キヨシ、主人公キヨシのやつ、自分、妹、キンニ君とかお嬢とか出てくるやん、自分、ブルーロックやんな、主人公誰って、妹、キヨシ、キヨシって誰だよ、よくよく聞いたら潔のこと、潔清だと勘違いしてたらしい。潔の名字が潔なのは分かってたらしいが、潔が名前に感じられたらしくて、清、潔って清とも読めるらしいになってたんだと。ぶっちゃけあいつの頭の中は主人公は潔、清なんだろうな。何言ってるのか自分でも理解できんわ。わかる、潔と読むとは分かってるんだけど、未だに掲示板とかで、潔、と文字だけで見ると、清、と読んでしまうわ。うちの妹は最初ライチと国神の見分けついてなかったぞ。リンちゃんはさえと双子だと思ってたわ。顔そっくりだし、ティザー見る限りだかにの潔よりも背がでかかったのもあって高さんかなって予測してたのに、まさか高市だと思わんて。さえとリンちゃん羽の下に入れ墨掘ってるんだと思ってた。見る前までのちょくちょく話題になってた頃はお嬢をガチ女の子だと思ってた。時々スポーツ漫画にいる女子枠の主人公のヒロインかなと。ちぎりやバチラ派、実派女、にしては可愛すぎるから、実派女、がいるとすればこいつ。って今村を指さしたミリシラ時代の友人がいる。潔がニコを泣かしてるシーンで、泣いてる方を潔だと思い込んでて、なんで潔二人いるんだろ、過去との決別とか思ってた実派ある。割と長い間そう思い込んでた。ワートリのエコさんのイメージに引っ張られて残鉄のこと関西弁キャラだと思ってた。残鉄が名字だと思ってたら下の名前だった。
レオと斬鉄が下の名前だからナギも下の名前だと思ってた。なんで二人派名前呼びなのにナギだけ名字呼びやねん。イサギ、ちぎりとかガガマル派名字じゃなくて名前だと思ってた。ガガマルを名前だと思ってた人、いないれの風丸でも同じ勘違いしてそう。自己紹介、そして俺派愚か妹や、日和、七瀬も下の名前だと思ってたぜ。音屋に至って派音屋とエータをなぜか別人として認識してて、ホストの源氏名みたいだな、と思っていた。てっきり平凡気弱な一芸特化型主人公が知恵と運を武器にして、成長しながらのし上がる話だと思ってたから結構序盤からガチガチの実力者でびっくりした。中盤とかもう作中上位の強さだもんな。潔が割と持ってる側の人間だっての派小説版見て知った。わかりやすい身体能力がないだけでむしろ鍛えにくい、それ以外の部分派強いよね。同じ時期に名前聞いたから実はブルーピリオドとごっちゃになってました。自分も美大の話かと思ってました。ブルーピリオドとごっちゃになってた人多くて笑う。ブルーピリオドの主人公サッカーやりそうな外見に見えない？ブルーロックとブルーピリオドを混在して覚えてて、ちゃんと見るまでサッカーしながら絵を描く漫画だと思ってた。これが最近ニューイってるブルーロックか矢印ブルーアーカイブ。ブルーなんちゃら多くない？ BL って訳されてたらかてっきり BL 漫画だと思ってた。ブルーロックの訳で BL なのね。アニメ始まった頃、自分派ブルーロック見てなかったんだけど友達派見てて、キラ君かっこいい、主人公より強いんだよとしか言われてなかったからてっきりイサギのライバルなんだと思ってた。嘘つけ、一話で消えたぞ。友人に、キセヨみたいなやつがいるって聞いて読み始めたら、キセヨみたいなやつにはで消えたから騙されたと思った。その後コピー能力とモデル兼用が別に出てきたから、未だに友人の言うキセヨみたいなやつが誰のことを指してたのかわからない。正直今村と鳴早の見分けがついてなかったぜ。なんだけどチーム Z のオタクの人が、原作だと今村が喋ってたコマがアニメだとなるはやになってたって指摘してるの見て、アニメ制作人すら間違えるならもう俺が見分けられないのも仕方ないよなってなった。意外と、ナギとキラの見分けがつかない。撮ってみたことないんだよな。同じ白髪で長身の童顔イケメンで天才なのになぜと思ったけど、さっきゲームの育成中になんか納得した。別に思ったより似てないわ。悪意を感じる並びやめろ。まだミリシラだった頃、スレでキングイコールバローっていうの走ってたけど、カイザーがわからなくてキングがカイザーに進化したのかと思ってた。ユッキー、もう一つ君に謝らなくちゃいけないことができたよ。このスレで、ユキミヤって名前だと気づきました。今までユキムラって呼んでてごめん。このスレ見てブルーロックを読み始める決意を固めた。村瀬派出てこないんだよね。村瀬派出てこないけど、村瀬の顔面したやつ派出てくる。勘違いでいいのかわからんけど、この最新屋台だから言う。ツイッターでカイザーのイラスト初めて見たとき、女と間違えておかずにしてしまった。いや結構ガチで女にしか見えんかったのよ。俺の好みのタッパのある色々でかい外国人でメスガキこじらせてザーコザーコしか言えないし、エイドととかダッサイとかいう癖していざとなったら、キス派結婚してからでしょ。って赤面するタイプとか色々妄想しながらやってた。ここの掲示板でカイザー関連のスレが立つたびに思い出して死にそう。初めて男でやっちまった。カイザーおかずに気笑った。強く生きろ。ご視聴ありがとうございました。